ジャクサ宇宙航空研究開発機構の探査機ハヤブサ2は、先ほど小惑星リュウグウへ2回目の着陸に成功しました。来ました。午前10時20分ごろジャクサの施設では、ハヤブサ2が小惑星リュウグウに2回目の着陸を示す信号を受信し、成功を確認しました。 ハヤブサ2は4月に人工的に作ったクレーター周辺から地下の物質を採取することにも成功したものとみられます。46億年前に誕生した太陽系の起源を探る手がかりになると期待されます。